6HX ストンプということでですね、まあ僕がなぜこの機材を使ってるかということをちょっと今日も解説していきたいと思いますけれども、まあこのライン6は、エフェクト、そしてプリアンプ、まあマイクシミュレート、キャビネットのシミュレート、大きく分けてまあこんな感じで中身が分かれてるんですけれども、今はこれはアンプのリターンにこの機材をつないで鳴らしている状態。ですので、エフェクトとプリアンプ。プリアンプをこちらで作って、HX ストンプで作って、音の増幅するパワーアンプは、こちらの、セリアトン。セリアトンね。セリアトンね。ね。のパワーアンプを使って増幅している状態。だから、完全に HX ストンプでパワーまで、シミュレートを使って送る場合もありますけど、その時は LINE で送るような時ですね。僕の場合だと、レコーディングとかステージとかいろいろ、まあ、仕事が、種類があるんですけど、例えば、オーケストラの中で、もう一発撮りで録音みたいな時もあるんですよね。そういう時はアンプのキャビネット、いわゆるギターアンプをドーンと鳴らすことができなかったりする。他の楽器にもマイクがいっぱい立ってて、そこにギターの音がかぶってしまったりする。そういう時はもう LINE で送ってくださいって言われることがあります。そういう時は HX ストンプでもう完全に、もうプリアンプ、パワーアンプまでを、キャビネットのシミュレート、マイクのシミュレートも全部、かけた音をエンジニアに送る。で、今は、まあ、ステージとかでそういうことをする場合が多いですが、キャビネットも鳴らします。でもこちらのいろんな、アンプのクリーンだったり歪みだったりのアンプを使い分けたいっていう時はアンプの、まあ、パワーアンプのとこですね、まあ、パワーアンプインって書いてあるものとかリターンって書いてあるものとかありますけど、いわゆるここのこのプリの部分を通らない、ね、パワー音を増幅する部分に送ってしまうと、そういう状態で今は鳴らしています。これも今はデラックスリバーブ、フェンダーのデラックスリバーブを、フェンダーのデラックスリバーブを使っています。そして、歪みの方はこのマーシャルの、プリアンプのモデリングを使ってたりとかですので、まあ、リアルなアンプをもちろんね何台も並べることはできませんので、こちらでいろんなアンプのプリアンプの部分を切り替えてるという状態ですね。で、まあ、その際に今日は、ブラッシュエイトさんの、アンプをお借りしてるんですけども、普段は僕、まあ、ほぼ 100% 自分のアンプを持ち込みます。で、よくこの手のエフェクター、アンプシミュレーターで、言われてるんですけど、まあ自分の音がどんな環境でもいつも自分の音が出ますよっていうようなこと、これ言っちゃっていいのかな、こういう話は。いいですか。いいと思う。いいですか。ってよく言われてるね。もうこれさえ持っていけば、ね、モニターから返したらいつもの音が出ます。僕の結論から言いますよ。これですよ。